加古選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、とりあえずは今日アダルトでしたね。アダルトです。あれなんかアダルト引退説が。アダルト引退なんて一言も。あ、一言も。ワールド引退。ワールド、あ、失礼しました。ワールドのためのそのなんだろう過程を引退しました。あ、なるほど。あ、失礼しました。とりあえずおめでとうございます。本日の試合の感想をお願いします。今日も1試合だけだったんですけど、はい、あの初めてあの赤澤選手初めて の対戦だったので、まあ、ちょっと事前にあの赤澤さんの方が先にエントリーされてたんで、まあ、ちょっとやってみようかなと思って、はい。でまあ、初めてだったっていうのでちょっと楽しみだったっていうのと、あと、まあ、今回はあのトップゲームをちょっと課題というかテーマに持ってやってたんで、あの上から攻めるといつも下からオトムとかフィフティフィフィとかダブルガードとかそういう展開が多いんですけど、今日はもうトップゲームを絶対頑張ろうと思って、やって、まあ、それがちゃんと、予定通りできたので良かったかなと思います。はい。今日は、いつ以来ですか？全日本。全日本4月以来。あ、そうですか。どうですかこのコンスタントでの順調は。まあ、1ヶ月に1遍ぐらいで、はいはい。まあ、今日から実は3週連続で試合なんで、あ、それがしんどくて、あの今日とあと ASJJF、 そうですね、まあ、それから全日本マスターオープン、全日本マスターオープン、はい、あるんで結構続きますね、はい、そうですね。あ、引退したのに忙しいですね引退した方が試合数がなんかコンスタントに、はい、まあ、引退したんで、はい、逆にトップゲームとか楽しくもできるし、課題を持ってやれたらいいかなと思って、はい。じゃあ、そうですね、今後の予定も聞いたんで、とりあえずは今年1年間もうこのままぶっ通しで、まあ、全日本も終わったしね、全日本マスター選手権もオープンも次なんで、はい、あと何があるんですか？今年は全日本オープンがありますね。あ、全日本オープン、オープンもありますし、あ、まあ、なんか出れる大会につけて、まあ、そんな気張らずやっていけたら、はい、あのマスターでも出ますね。あ、ぜひぜひ。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。